M8 ショータイム二等兵の友人屋です。T 隊長で隊長でございます、はい、今日はですね、うん、前に引き続き、うん、カーシー博士の人間×人間、うん、セルフヘルプ術をもとに、うん、具体的にじゃあ隊長のタイプを探ってみましょうと、うんうん、はい、で、皆さん前にも説明しましたが、こうした、設問用紙、うん、もし一緒にやられるならご用意くださいと、うん、一つの問いに対して A、B、うん、A、B でチェックしていただき、それを7列、うん、10行ですと、うん、で最後に集計しますので、また集計の仕方は終わった後に説明します、うん、では隊長、はいはい、ではいきます、うん、70もあるので、うん、長いですけども、インスピレーションでお答えくださいそれでは1問目、はい、パーティーであなたは、うん、A 初対面の人を含め多くの人と交流する、うん、B 知っているわずかな人々と交流する、うん、もう一回言います。 A 初対面の人を含め多くの人と交流する、うんうん、B 知っているわずかな人々と交流する。よろしいでしょうか、はい、2問目、あなたはどちらかといえば A 現実主義的である、 B 哲学的な傾向がある。 A 現実主義的である、 B 哲学的な傾向がある。よろしいでしょうか。3問目、あなたはどちらかといえば A 事実に興味をそそられる、 B 比喩に興味をそそられる。 A 事実に興味をそそられる、 B 比喩に興味をそそられる。よろしいでしょうか。では4問目、あなたはどちらかといえば A 優しさよりもフェアな厳しさを大切にする、 B フェアな厳しさよりも優しさを大切にする。A、あ、これ横ですね。横にやってくださいね。はいはい、はい、A、あなたはどちらかといえば優しさよりもフェアな厳しさを大切にする。B、フェアな厳しさよりも優しさを大切にする。ではいきます。5問目、あなたはどちらかといえば。A 冷静である、 B 感情に動かされやすい。あなたはどちらかといえば冷静である、 B 感情に動かされやすい。いきます。6問目、仕事のスタイルは A 締め切りがある方がいい、 B マイペースで行く方がいい。 A 締め切りがある方がいい、 B マイペースで行く方がいい。では7問目、選択をするときにあなたは A できるだけ慎重に選ぶ、 B 衝動的に選ぶことが多い。 A できるだけ慎重に選ぶ、 B 衝動的に選ぶことが多い。で今7問目までいったので次は2行目に行きます。なので今は1列目が全部埋まったことになります。よろしいでしょうか。では、8問目いきます。パーティーであなたは最後まで長居する、 B 疲れやすく早めに引き上げる。パーティーであなたは A 最後まで長居する、 B 疲れやすく早めに引き上げる。よろしいでしょうか。9問目、あなたはどちらかといえば A 実際的で現実的な行動をする、 B 内省的で考え込む、内省的で考え込む。あなたはどちらかといえば A 実際的で現実的な行動をする、 B 内省的で考え込む。10問目、あなたが注目するのはどちらかといえば
A 確実なデータ、 B 抽象的なアイデア。あなたが注目するのは A 確実なデータ、 B 抽象的なアイデア。11問目、あなたにとってより自然なのは A 優しさよりも平等であることを優先する、 B 平等であることよりも優しさを優先する。よろしいでしょうか。12問目、初対面の時あなたは相手に対して A 個性は抑えて距離を置く、 B 個人的な内容で話に引き込む。初対面の時あなたは A 個性は抑えて距離を置く、 B 個性的な内容で話に引き込む。で13問目、あなたはどちらかといえば A 几帳面である、 B 悠長である。あなたはどちらかといえば A 几帳面である、 B 悠長である。で14問目、あなたが嫌だと感じるのは物事が A 完成しないこと、 B 完成してしまうこと。あなたが嫌だと感じるのは A 完成しないこと、 B 完成してしまうこと。で今14問目までいったので、今2列目が埋まった感じです。横の2列目が埋まった感じですね。2行目が埋まった感じです。で次3行目に行きます。15問目、友人や社会的グループ内のニュースを A 常に把握している、 B 遅れて知る方である。友人や社会的グループ内のニュースを A 常に把握している、 B 遅れて知る方である。で16問目いきます。あなたに関心があるのはどちらかといえば A 具体的なこと、 B 概念的なこと。あなたに関心があるのは A 具体的なこと、 B 概念的なこと。で17番、あなたが好む作家は A 簡潔な文章を書く作家、 B 比喩をふんだんに使う作家。 A 簡潔な文章を書く作家、 B 比喩をふんだんに使う作家。で18問目、あなたは本来どちらかといえば A 誰にでも平等に接する、 B 同情しやすい。あなたは本来どちらかといえば A 誰にでも公平に接する、 B 同情しやすい。で19問目いきます。物事を判断する際どちらかといえば A 客観的になる、 B 感情を重視する。A 客観的になる、 B 感情を重視する。で20問目、懸案事項に対して大抵は A 決定する、 B 選択肢を残しておく。20問目、懸案事項に対して大抵は A 決定する、 B 選択肢を残しておく。で21問目、約束の時間を決める際は A すぐに決める、 B なかなか決められない。21問目、約束の時間を決める際は A すぐに決める、 B なかなか決められない。でここで今 3行目が埋まった感じですね。では次4行目に入ります。22問目、電話をするとき A すぐに話し始める、 B かける前に話すことをリハーサルする。 A 電話をするとき A すぐに話し始める、 B かける前に話すことをリハーサルする。では23問目いきます。事実とは A 伝えれば自然に理解できるもの、 B だいたい解釈を必要とするもの。事実とは A 伝えれば自然に理解できるもの、 B だいたい解釈を必要とするもの。で
24問目いきます。何かをする際にあなたは A 実際的な情報に基づいて行う、 B 抽象的な考えに基づいて行う、 A 実際的な情報に基づいて行う、 B 抽象的な考えに基づいて行う。で、25問目、あなたはもっと A 冷静でありたい、 B 心優しくありたい。25問目、あなたはもっと A 冷静でありたい、 B 心優しくありたい。で、26問目、あなたはむしろ A 情け深いよりも公正でありたい、 B 公正であるよりも情け深くありたい。 A 情け深いよりも公正でありたい、 B 公正であるよりも情け深くありたい。で、27問目、あなたがより快適に思うのは A きちんと予定を立てること、 B 物事を先送りにすること。あなたがより快適に思うのは A きちんと予定を立てること、 B 物事を先送りにすること。で、28問目に行きます。契約する際に好むのは A 書面の契約書、 B 口頭での取り決め。 A 書面の契約書、 B 口頭での取り決め。で、ここで今、4行目までいった感じですね。4行目まで。じゃあ次、5行目に行きます。29問目、人に対して A 自分から話しかける、 B 話しかけられるまで待つ。で、A 人に対して、29問目、人に対して A 自分から話しかける、 B 話しかけられるまで待つ。で、30問目、伝統的に常識とされていることについて A 普通は信用できると思う、 B 大抵間違っていると思う。伝統的に常識とされていることについて A 普通は信用できる、 B 大抵は間違っている。で、31問目いきます。子どもたちに対して思うのは A もっと役に立つことをするべきだ、 B もっと自由に空想するべきだ、 A もっと役に立つことをすべきだ、 B もっと自由に空想すべきだ。32問目、あなたはどちらかといえば A 不屈の精神の持ち主、 B 情に脆いタイプ。32問目、あなたはどちらかといえば A 不屈の精神の持ち主、 B 情に脆いタイプ。では、33問目、あなたはどちらかといえば A 優しいというより断固としている、 B 断固というよりは優しい、 A 優しいというよりは断固としている、 B 断固というよりは優しい。では、34問目、物事は A 筋道をつけて整然とさせておくのが好き、 B 変更可能にしておくのが好き。物事は A 筋道をつけて整然とさせておくのが好き、 B 変更可能にしておくのが好き。では、35問目、あなたが価値を置くのは A 確実なもの、 B 変更可能なもの。あなたが価値を置くのは A 確実なもの、 B 変更可能なもの。お疲れ様です。ここで一旦35問目、はい、半分まで来ました。次、6行目に入ります。36問目、他人との新たな関係は A 刺激を受けて元気が出る、 B 疲れて負担になるだけ。他人との新たな関係は A 刺激を受けて元気になる、 B 疲れて負担になるだけ。で、37問目、
あなたは往々にして、 A 実務的なタイプ、 B 観念的なタイプ。あなたは往々にして A 実務的なタイプ、 B 観念的なタイプ。38問目いきます。あなたが関心を払うのはどちらかといえば、 A 正確なものの見方、 B 概念的な情報。あなたが関心を払うのはどちらかといえば、 A 正確なものの見方、 B 概念的な情報。39問目。あなたがより満足するのは、 A 議題を徹底的に議論すること、 B 議題に同意すること。あなたがより満足するのは議題を議論すること、 B 議題に同意すること。40問目。あなたを動かしているのはどちらかというと、 A 頭脳、 B 心。あなたを動かしているのは A 頭脳、 B 心。41問目。あなたが働きやすいのは、 A 契約した仕事（かっこ正社員）、 B 臨時の仕事（かっこアルバイト）。あなたが働きやすいのは A 契約した仕事（正社員）、 B 臨時の仕事（アルバイト）。42問目。物事が A きちんと整理されているのが好き、 B 雑然として選択の余地があるのが好き。物事が A きちんと整理されているのが好き、 B 雑然として選択の余地があるのが好き。でここで今42問目まで、42問目なので7行目まで来てるはずです。はい、はい、次43問目。友人に関して、 A 短い付き合いでも人数は多い、 B 人数は少ないが長い付き合い。43問目。友人に対して、 A 短い付き合いでも人数は多い、 B 人数は少ないが長い付き合い。で44問目。あなたが注目するのは、 A 確実な情報、 B 信頼できる仮説。あなたが注目するのは A 確実な情報、 B 信頼できる仮説。45問目。あなたが関心を持つのはどちらかといえば、 A 制作すること、 B 研究すること。あなたが関心を持つのは A 制作すること、 B 研究すること。46問目。あなたがより快適に感じるのは自分が、 A 客観的であるとき、 B 主観的であるとき。あなたがより快適に感じるのは A 客観的であるとき、B 主観的であるとき。47問目。自分の中で価値があることだと思えることは、 A 動揺せず理性を失わない、 B 献身的で情緒を失わない。自分の中で価値が感じると思うのは A 動揺せず理性を失わない、 B 献身的で情緒を失わない。48問目。あなたがより気楽に感じるのは、 A 決定的なこととして話すこと、 B 家庭的なこととして話すこと。あなたがより気楽なのは A 決定的なこととして話すこと、 B 家庭的なこととして話すこと。家庭っていうのは仮定するの家庭、うん、あ、分かりますね、すいませんで49問目。あなたが好きなのはどちらかといえば、 A 決断した後、 B 決断をする前。あなたが好きなのは A 決断した後、 B 決断をする前。で今49問目なので7行目まで来ました。次8行目に行きます。50問目。あなたは知らない人に対して、 A 気楽に長々と話ができる、 B 話題に困ってしまう。50問目。あなたは知らない人に対して、 A 気楽に長々と話ができる、 B 話題に困ってしまう。51問目。
あなたに関心があるのはどちらかというと、 A 特定の事例について、 B 全体の事情について。あなたに関心があるのは A ある特定の事例に関して、 B 全体の事情について。で、52問目、あなたは自分が A 独創的というよりは実際的だと感じている、 B 実際的というよりは独創的だと感じている。あなたは52問目、あなたは自分が独創的というより実際的、 B 実際的というよりは独創的。53問目、あなたの特徴としてどちらかというと、 A 明快な思考の人、 B 豊かな感性な持ち主。53問目、あなたの特徴としてはどちらかというと、 A 明快な思考の人、 B 豊かな感性の持ち主。54問目、あなたの性格はどちらかというと、 A 公平な性格、 B 共感しやすい性格。あなたの性格はどちらかというと、 A 公平な性格、 B 共感しやすい性格。で、55問目、あなたの傾向として A 用意周到にする、 B 出たとこ勝負。55問目、あなたの傾向として A 用意周到にする、 B 出たとこ勝負。で、56問目、あなたのやり方として好きなのは A 物事をさっさと解決させる、B 解決を後回しにする。あなたのやり方として好きなのは A 物事をさっさと解決させる、 B 解決を後回しにする。で、今56問目まで来たので、8行目まで埋まった感じですね。はい、では次は9行目に行きます。では57問ですね。57問目、はい、電話が鳴った時、A 率先して電話を取る、 B 他の人に出てもらいたいと思う。電話が鳴った時に A 率先して電話を取る、 B 他人他の人に出てもらいたいと思う。58問目、あなた自身を評価するのは A きちんとした現実認識ができること、 B 豊かな想像力を持っていること。あなた自身を評価するのは A きちんとした現実認識ができること、 B 豊かな想像力を持っていること。59問目に行きます。より大切だと思うことは A 基本的なこと、 B ニュアンス。より大切だと思うことは A 基本的なこと、 B ニュアンス。60問目、判断を下すときあなたはどちらかというと A エコひいきしない、 B 情状を酌量する。判断を下すとき A エコひいきしない、 B 情状を酌量する。では61問目に行きます。あなたはどちらかというと A 頭脳明晰、B 善意に満ちた人。あなたはどちらかというと A 頭脳明晰、 B 善意に満ちた人。62問目に行きます。あなたの傾向として A 計画を立てる方が良い、 B そうなった時に考える。あなたの傾向として A 計画を立てる方が良い、B そうなった時に考える。63問目、あなたの日常生活はどちらかというと A 一定の手順が決まっている、 B 気分によって決まる。あなたの日常生活は A 一定の手順が決まっている、 B 気分によって変わる。よろしいでしょうか。今ここで
9行目まで来たので、はい、あと10問、最後の行です。64問目、あなたは人から近づきやすい人と思われやすい、 B 近づきにくい人と思われやすい。64問目、あなたは人から A 近づきやすい人と思われやすい、 B 近づきにくい人と思われやすい。で65問目、あなたが楽しいと思うのは A 実際の経験、 B 漠然とした空想。65問目、あなたが楽しいと思うのは A 実際の経験、 B 漠然とした空想。では66問目、文章のスタイルで好きなのは A 正確な文章、 B 比喩の多い華やかな文章。文章のスタイルで好きなのは A 正確な文章、 B 比喩の多い華やかな文章。で67問目、あなたは普通、 A 偏見がない、 B 哀れみ深い。67問目、あなたは普通、 A 偏見がない、 B 哀れみ深い。では68問目、あなたの性格としてどちらかというと A 寛大というより公正である、 B 公正というよりは寛大である。あなたの68問目、あなたの性格としてどちらかというと A 寛大というよりは公正、 B 公正というよりは寛大。では69問目、あなたは判断をする際にどちらかというと A 即断する、 B 決断するのに時間がかかる。69問目、あなたは判断する際に A 即断する、 B 決断するのに時間がかかる。では70問目、あなたの傾向として A 奔放というよりも慎重派、 B 慎重派というよりは奔放。あなたの傾向として A 奔放というより慎重派、 B 慎重派というよりも奔放。で今70問最後の行まで埋まりました。で、こちらこれから診断するんですけども、診断の仕方としては縦、もうお気づきのようにまあ縦なんですね。で、お気づきのようにですね、この初めの1列目が、E と I、うん、後でまあちゃんとちょっと体調のやつを出すんですけど、うん、初めの1列目が E と I、うん、で、A の方が E、うん、B の方が I、うんうん、外交が E、I が内交、うん、で、2つ目のところはですね、この2列分使うんですね、うん、2列の合計ですと、うん、で、A の方が S、うん、S なので、S なので、感覚で、うん、B の人は N 直感です、うん、で、この次の2列を使って T と F、 T は思考、 F は感情で、 A の方が、T 思考、うんうん、B の方が F 感情、うん、で最後の2列を使って、うん、J と P ジャッジと認知、うん、っていう計算をします、うん、じゃあちょっと体調のやつやってみます、ね、はい、なるほど。なので、うん、今体調をやってみたところ、うん、INFP、うんうんうん、INFP、うん、で、あ、それがしっくりくるかですよね、説明が。そうですね、うん、INFP で、ちなみに同数の場合は、うん、X っていうのがあるらしいので、うんうんうん、その場合はまあ、両方とも読むといい、重なったところ両方読むといいよってなってます、うんうんうん、で、ちなみにこの体調がしっくりくるか、うんうん、
で、うん、この本で紹介しているのはまずこの4つの気質っていうのがあるっていうのが紹介されるんですね、うん、SP 気質、うん、自由を愛し衝動的に生きるっていうタイプと、うん、SJ 気質、うん、備えあれば憂いなしっていう SJ 気質、うんうんうん、で、NT 気質、うん、知性を追求する科学万能主義者、うんうん、で、NF 気質、うん、自己発見が生涯のテーマ、うんうん、っていう4つの気質に分かれてます、うん、ちなみに私が、うん、ESFJ です私は、うんうん、なんで体調とはここフィーリングしか重なってない、うんうんうん、基本結構、うん、なんか逆なタイプです基本逆なタイプ逆なタイプ僕は伝統を重んじる人、うんうん、で体調は自由を自己発見を自己発見を、はい、でその、まず4つの気質で分かれていて、うん、体調のこの NF 型っていうのは、うん、直感的、うん、感情的な傾向を持つタイプで、うん、この気質を言葉で表すのは難しい、うん、この方が求めているのは、うん、理解を超えたものであると、うんうんうん、その目的は、うんあまりにも風変わりなため、うん、その本人ですらきちんと説明ができないことである、うんうんうん、で自分自身になることっていうのは、うん、そのこの僕が持つSJ気質が持つ目標とかは受け入れはしないけども理解はできるっていうタイプで、またその他のタイプのなんか責任から逃れたいとか所有することで満足要は SJ 気質はなんか所有することで満足するらしいんですけど、うん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 、そういうのも同様に理解できる、うんうんうん、受け入れないけどね、うん、自分は違うけど分かるよ分かるよっていうタイプですとうんうん、うん、でその溜め込みも分かるし、うん、その技術を研鑽したいっていうのも分かる、うんうん、でもそれぞれの相互理解はそこまで、うんうんで他のどのタイプもこの人のことを理解できない、うん、でこの人もまた、うん、その自分にとって無価値だと思える目標に、うん、他の人が一生懸命なってるのがわからない、うん、でこの人が目標としているのは、うん、内省的で、うん本当の自分になるっていうことを目標としている、うんうん、なんてことが、はい、なんかピンとくるところありますピンとくるところはありますね結構みんなのことは理解できる、はい、自分がそこに踏み入れようとはしないけどなのでこの、うん、僕がこの体調のところを読んでも、うんうんうん、何を言ってんだなんですちなみに何が書いてあるのかあ どうぞどうぞ、はい、どの辺この辺全部 NF 気質ですあ面白いよかったハマってくれた面白いんですよ、うん言ってることが面白いそうで僕はこれを買って、うんまあ、初めはなんか、うん、説明ですねこの E と I、うん、S と N、T と F、うん、J と P っていう説明だけ見て、うん、まあこれかなこれかなっていうのを選んでやったのが ESFP になって、うんうん、あエンターテイナーやったーってなったんですけど、まあ、違和感があってやってみたところ私はESFJ だったんですね、うんうんうん、SJ 気質、うん、このなんか質問が簡潔で、はい、なんかそんなに悩まない感じじゃないですかはいそうですね前なんかやったやつは結構こううーんって悩むのが多かったかなって、はいはい、っていうので、うん、一旦ここでは、うん、すいませんBL をやっちゃいました、うん、BL でちょっとお二人で楽しむなよ何のための動画だようん、うん、なので、次は4つの気質についてちょっとお話ししたいと思います、うんうんはい、ありがとうございましたチャンネル登録も何卒よろしくお願いしますありがとうございました